のれクザのやつめ。よっしゃ、ここでわしがやらねば誰がやるけろ。というわけでカエルが頑張ってくれそうですねえ、砂時計回して鍵かけてこいって言われたからその通りにしただけだけど、僕たちのしてることって悪いことなんだよね。分かってるな。でも動かなくなっちゃうのとこれとは別だと思わない？やっぱ悩むな。とにかく戻ろう。またあの仕掛けを解いていくの？僕まだよくわからないんだけど。え、何、なんかあんだっけ？基本的にさ、全部つければ大丈夫だよ。難しく考えすぎなんじゃない？さあ行くよ。どんな仕掛けだっけ、ここも。はい、というわけで、これはこのね、操作感覚がめちゃめちゃ面白いですね。粘り気のある感じ、なんだろう。ああ、頑張れ、シド頑張れ。こんな楽しいことあります？こっちとかも行けるのかな？あ、違う。あいつら追いかけている場合じゃないけど、早くしないと手遅れになるけど。これ多分時間制限あるので。綺麗なうちに頑張らなきゃ。フロップなのね。あの鍵がさっき言ってた鍵に違いないはずけど、どの鍵だよ。どれ？あの鍵ってどれ？あ、あれか。でかいな。あ、なるを連打するし。あ、そっか、見なきゃいけないね。あ、やばい。私これ平気かな。あの化け物がこっち見てる間は動かない方がいいらしいけど。これちょっと待って。私これ苦手かもしれん。あんな化け物にビビるとは、わしが人だったらこんなことはないはずだけど。マジか。これやばい。私できるかな。もう一回挑戦じゃん。もうなんかあんま喋ってくれなくなっちゃった。もうちょっとずついけばいいんだよね。結構遠いな。はい、あっち向け。動かなきゃセーフなのか。結構遠いぞ。やり直しやだな。あ、焦るな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 。ちょっとずつね、ちょっとずつね。長い長い。ちょっとビビりすぎてるよね、私。分かってる、ビビってるのは。あぶね。いいんだいいんだいいんだよ、バカにしていいよ。もうどうせビビってるよ私は。あぶね。危ない危ないよ。あとちょっと、ちょっとずつ行くから。姿で硬直できるシドがすごいわ。怖い怖いよこの近く。やばい怖い。カエルになった気分だわ。よっしゃ、砂時計の鍵を手に入れた。まだ終わらないんだよ。天秤と森があるけど、天秤を調べよう。大きな天秤じゃけど、重りが3つくらい乗せられそうけど、砂時計のところに行くにはこれによじ登らないと無理けど。ほうほうほう、重りを調べよう。まだ時間あるもんな。これは？この森は木でできているけど軽めってことね。これは？この森は土でできているけど、ちょっと重いな。この森は石でできているけど、こっちの方が重いのか。この森は鉄でできているけど、森を、あ、乗せよう。あー、え、一番重いのじゃダメ？
結構重そうじゃない？シド、シドが乗っても大丈夫な登ってみよう。イエーイ。こいつを逆さに向ければ終わりけど、できるか。ケロこれでみんな助かったはずじゃけど、よかったな、なんとかできたわおー出れた。本当に死んじゃうかと思ったわ。あ、でもあれ見とけばよかった。これ多分制限時間もうちょっとこうキンキンになると、ここの様子が見れたんですよ。ちょっと余裕ありすぎましたね、すいません。最初手こずったのにあんなにやっぱ余裕あるもんだな。あ、みんなも無事だったのね。お、無事じゃったかケロんってかな。いやよかった、いい、ほんと大活躍だよ。助けてくれたのってひょっとしてシドさん。シドさんってなんか不思議な感じがする。全く苦労したわい。じゃが最下を喜んでる暇はないけど、さっきここを通ったクロマ同士の話によると、この先には何か仕掛けがあるらしいけど、基本的に全部つければ大丈夫と言っておったが、とにかく今はここから脱出することが先じゃけど。もうなんかこんなにしっかりしてるシドいいな。そうだわ、ジダンに頼ってばかりじゃダメよね。ジダンたちが戻ってくるまでに なんとかエイコたちだけでここから出なきゃ。みんなでやればなんとかなるわ、頑張らなくちゃすげえバラエティに富んだこのメンバーすごいな、改めて見ると。これでいいかな。レベルが低いなぁ。向こうで結構なっちゃったからな。ちょっと装備を整えます。さて、行きましょう。もう入れない。入れない。使徒の行ったところをちょっと見ようかな。モスカーはどうなってるの？ああ、あれ？いなくなってるぞ。こう見るとまた違うな。さっきいたとこのはずなんだけど、あっちに仕掛けあるもんね。ここにいたんだ。あー、そういうことか。視点が全然違うから。おー、すごい、こういうことか。カエル視点面白かったな。そしていきなり現れたこいつ。こいついたのか、ずっと。モジート、マグネット。お、こんなところにお客さんだ。くぽ、早速だけどお手紙の配達をお願いしたい。くぽ、モンゴルに手紙を渡してほしい。くぽ、初めて聞く。ありがとう。くぽ、そっか、何やってんの。あ、同じか、同じっぽい雰囲気がするぞ。よかった。あれ、そうでもない。あ、でも防具とかも売ってるから、じゃあこれは後で見てちょっとセーブをします。よし。っていうか一個思うんだけどさ、これ拷問部屋じゃないモーグリのさ、立ってるところもそうだし、このなんかムチっぽいやつとかさ、やばくないですか怖っ。あのモンスターは何用だったのだろうか。檻の中にいた。ここには何が入ってるんだ怖いよあー、やだやだ。とりあえず脱出しましょう。で、ここがですね、まあ、そう、デザートエンプレスってとこですね。美味しそうな名前なんですけど、まあそのデザートじゃないんですけどさあこっちですよね。こう、とりあえず全部つければいいって言ってたから、違う、なんか怖いな。エイコの操作がめちゃめちゃ可愛い。
背徳の宮殿デザートエンプレス。あ、なんかあるね。食材にどんどんこうつけてく。あ、お、すごい勝手につく。で、多分大事なのがこれですね。なんていうの、ほら、力のく、くもつ、くもつでいいのかな。もうなんか漢字が最近さ、最近でもないよ、ごめん、ずっとなんだけど、嘘ついたわ。もうさ、なんかあんまりにも多すぎると字幕入れるのもね、なんかくもつでいいんだよね。なんかさ、多すぎてちょっとあーみたいになるからさ。合ってました。宮殿を守りし者よ、属性を無効にする力を備えられし指輪より抽出したまえ。光る玉を調べます。プロミストリング、あ、こうやって手に入れられるんだ。あ、これ絶対でもやんなきゃいけないやつだった気がする。これを取り忘れがあるとボスがね、なんか能力がなんだっけ、つくんだかなんだかのとこだよね、多分ね。全部取っていかなきゃダメな。あったあった。あ、すごい。瀕死 HP 回復、使用 MP 吸収、魔法無属性化。ほー、ビビ。ビビよ。お前用だ、これは。エルメスの靴もいいが。え、これそうだよね、多分。あれ、あ、これだけか。使用 MP 吸収ってなんだ、誰誰なんだろう、ないか。よし、じゃあ先進もう。こういうのを逃さないように、あの食材を見つければいいと思うんだけどな。これがはい、見てくる。なになになに、なんですかね。あー、なにどんな仕掛けだよ、わからんよ。どんな仕掛けなんだよ。食べなくていいかな。うわ、エコ。簡単なるのか。なんか火力がないな、このパーティー。なんか効かないんだ、そっか。なんか魔法か。ファイラルかな。全体やる？赤は物理に強い？なんだっけ、一回戦ったけど忘れちゃったよ。あ、減らすだけ。レイズ。召喚とか。あ、フェニックスがある。物理にどう？強い？あ、効かないね、やっぱり。ダメだな。別にダブルじゃなくてもいいんだけどな。サンダラとザ。あ、ダイヤが強かったんだっけ？確か。ダイヤで行こうか。2発もいいんだけどな、しなくて。一発でいいんだけどな。その時にコスパのいいハリセンボンとかちょっと持っていくといいかな。ビビが倒しちゃう気がするわ。フェニックス一回使ってみたいね。あ、ちょっと魔法耐性あるな、あいつ。じゃあこいつに物理が効くのかな。
何かをしようとしてくる。そういうこと。守備が変わってくる。ほらほらほら、違うもんね。そうか、今魔法になってる。よし、じゃあ物理でガンガン。ちょっとはやめて。みんな手があるんだね。あー、しかもスタイナーかよ。固まっちゃったよ。しょうがないな。ここでいっか。移動分け分かった。黄色がなんだろう。でもスタイナーが動かない。あ、動いた動いた。すごいな、なんか経験値めちゃめちゃ入るんですけど、レベル低いかな私。女神の幻覚、灯しみよ灯をさば道は開かん。どういうことだ。悪魔の真理、光を放つずよーよーなんとか樹、よー光樹でいいのかな。は力の証、手をかざさば輝きを失わん。あ、でもアイテム取ったからあれってことかな。邪神の制約、光を放つ妖宝珠は力の源、それぞれに秘めたる力は異なる。はい、え、これで止まった。あ、あのこの仕掛けを解きたいんですけど、どうしたらいいのかな。あの光る玉の説明はいいんだよ。なんだ、え、どなたです。ルクイドラーケン、誰ですかね。ちょっと痛い。あ、なんか物理の音が多分戦っちゃおうかな。見た目が低いのが強い。マニッシュ、なんか見てて大変ね。あ、この野郎、そんなやつにも大先輩だ。当たんないよね。そういうことか、物理やるとそういうことしてくるのね。ないよ、生意気な。クソ生意気な。よしよしよし、ちょっと万葉対策に毒見つけとくか。宝石めっちゃ手に入る。宝石稼ぎポイントだわ。噛みすぎ。みんなさ、ルイジ毒見をつけておきたいな。本番はいる。ギルアップはね、申し訳ないけど取れない。あ、これを捨てるか。どうかな。ここについてる、ついてる、ついてる。つけつけ。なになに、首あっち向ければよかった。勝手になんか、あ、あ、すごいすごいすごい。あっちはなんだろう。ちょっと登ってみる。すごい、光の階段だ。そうだと思ったの。お、新しいやつだ。これなんだっけ、クエールじゃなくて、よく出てくるやつでしょ、こちら。クアールだった。クエールは違うわ。バイオバイオ、
うわ、向こうもやってくんのか。痛いんだよな。次カイラとかもいいかな。ポイズンさすが毒なんですけど、よかったつけといて。なんで何の武器装備してたっけ。あ、バイオの服な。え、スタイナーマジやったはずになっちゃった。フェニックスがこの時なの。あれ、これやったっけ。これやったの。敵全体に非属性のダメージを与え、味方全体の戦闘部能を直します。まあ、選択の待ってないけど、やった。嬉しいな。何の武器かな、あれ。同じ異変性の話。あれ、持ってなかった。初めてのカードだった。みたいだ。ラバイマーゴ、ラルバイマーゴか。お前では問題ない。サンゴの剣、何。あー、雷がダメなのか。まいった。ちょっとこれ覚えようと思ったんですけど、突撃しょうがないな。ダイヤソード結構こっちは属性ないもんね。そうしましょう。こっち装備しよう。うわー、衝撃的。マジかよ。しょうがないな。あ、やっぱ上に来たな。あ、あったあった。出たはず。このマップじゃない、あっち側には行けない。どっかに出たのか。まあ、いっか、探せばいい。勝手に出てきてるってはずことだよね、多分。何色がなんだっけ。赤は物理だってことは、魔法が来たらバイオだ。魔法剣、バイオ剣。ナイスナイス。ハリセンボ、安定のハリセンボ。安定で1000ダメージってよくない。青は魔法だから、こいつに青は魔法、あれ違った。あ、いいな、青魔法だから物理が効くね。わかんなくなってきたよ。マジだ、あれちゃったよ。なんか捨てた水分多いですね。よしよし、豪華な感じで効くね。が多すぎる、捨てた成長が多すぎる。次が散々だな、お前。止まった？あ、止まってる。止まって寝てるとか。なかなか
よしよし。コスモ上がる。クイナのレベル低い。まあずっといなかったからしょうがないのかな。よかった。妖精のピアスか。じゃあこっちかな。怖い仕掛けだったな。なんだろう。像があって向こうに行けない。こっちも行けない。これ灯せばいいのかな。あ、連動してる何かと。あ、あそこが消える。こっちは全部つければいいって言ってたもんね、昨日。あ、こっちがいけるようになる。こっちは？あ、意味ない。行ってみようか。こっちしか行けないし。いや、なんだここ。ややこしいけど、行けるのはこっちだけか。こうか。あー、反対側に来た。これ全部つければいいか。あ、ダメじゃん。とりあえず全部つけて。あっちが閉じちゃう。あ、像がなくなって通れるようになった。じゃあとりあえずブレーキを消して、これでいいのかな。あの2つはつけててもいい。謎だぞ。よくわかんない。あれなんか、あ、全部ついてていいんだっけ。これでいい。これは天女の巨言。すべての灯火とぼさば、道は開かれん。あ、全部つけなきゃいけないんだ。ってことはだ、ここを消さなきゃいけない。あ、増えちゃった。こっちもあるな。あれ、これはつけられない。つけられないな。適当にやるか。適当にやるしかないな。待って、この2つをやっちゃうとドアが塞がってしまうから、ここに行くためにはこの2つはついていかなきゃいけないから、これを1回消せばいいのかな。消して、まあ出現しちゃったけど、あっちに行って、わからん。わからんわ。こっちをつけてみる。あ、でも閉じちゃうんだ。あれで、これでこっちを消すと何も起きないよ。あれ、待って待って待って、これを、まあ、でも最初戻そう。最初戻そう。消します。通れるようにします。あ、真ん中にもあるよ。分かった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 。ちょっと待って待って待って。消すと、じゃない、消すと灯して、何やってんだろう。もうここにもあった、ここにもあった。これつけんじゃない。あ、こっちもこっちも消えた。あ、オッケーオッケーオッケー。これでちょっと、す
全部つけたよ。で、こっちがつけられるようになってるはずだ。やったー、あなた光った。あれもらっていいやつ。力の供物、宮殿を守りし者よ、魔力を備えられし鎖より抽出したまえ。調べる。何くれんの。アンクレットか。なんか光り始めた。私いいのかな。これで大丈夫。こっち行こう。開いたから。